水光さんの毎日要点よ。はい、皆さんこんばんは。ごきげんよう、四柱推命講師の、水光です。世の中水亀座の時代に突入したらしくて私誕生日水亀座なんですけど、好きなセイントは、アリエスのムーです。そんなことです、聞いてないすいません、そんな私たちが、今日もお送りいたします。2021年始まりました。カノートの牛の、年がスタートしてからすでに丸4週間経ったんですけど、正月気分は、元旦にすでに仕事を始めて、消滅した私ですが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、今年初めての水光さんの毎日仰天、本日は2021年をよりがっちり手応えのある1年にするためのスペシャルなゲストをお招きしております。四柱推命を中心にした占いと、子どもの本をがっつり組み合わせてお送りいたします。50分間よろしくお付き合いください。さてですね、もう年度末のもろもろの焦りに巻き込まれている方もいらっしゃる方は存じますが、それでもまだ1月6月は、新しい年の話がしたいものであります。新年といえば新年の抱負です。ともさんは新年の抱負を何にしましたか？ないです。あれー、すかされたね。すいこさんは？いや、もう去年通りというのもなんなんですが、一人でも多くの方がより自信を持って生き方ができるようにですね、精一杯お手伝いをさせていただく所存でございますというところでございます。はい、お手伝いとは言っても、お手伝いするってあれですよね、四柱推命で、ね、皆さんを手助けするっていうことだからお仕事ですよね。あ、そうですね、もちろん仕事としてですね、はい、人助けはお金をもらったらアウトなんて実は思ってません。私すいません、はい、私にできることをしてそれを喜んでもらって、でそのお礼としてお金をいただくと、私も助けてもらったら喜んでお金払いますので、まあ、そこはギブアンドテイクというようなそんな感じでね。人助けっていう表現がね、なんかこう慈善事業とか、見返りを求めずにって意味なんですけど、でも要はサービス業ですよね。自分ができないこととか、なんか困ってる時に助けてもらったり、代わってもらったりとか、私なんかからするとこう、楽しませてもらったり、喜ばせてもらったり、背中を押してもらうことももちろんですけど、そういうのは当然才能だったりとか努力だったりの積み重ねの上でしてくれることなので、お金を受け取る、ね、してくれる人が受け取るのも当然だと思うし、ね、本来だったらボランティアだってお金本当はね払った方がいいと思うんですよね。災害とかで払えないところだから、たまたまそこは見返りを求めずにやってくれてるだけで、基本的にね、なんかその、どんなことでもやってもらったことに対してはちゃんと報酬という形で渡すのは私も当然だと思います、ね、ありがとうございますそうね、私はその人助けの方法として、占いと、本の編集を選んでるんですけども、実はね、それこそのトモさんが今言ってくれたみたいに、サービス業でも何でも何やってもいいと思うんですよ。あまり難しく考えなくても、ものすごく大雑把に言うとですね、稼いで税を納める、もうそれで OK 、はい、国民の義務ですね国民の義務としてね、はい、さっきトモさんいいこと言ってましたよね。なんだっけ、お金を使って経済回す的な。ああ、それですか、それさっき打ち合わせの時に、さあ後の話ですよ。後なんで、じゃあごめん、シナリオ飛ばしてんの、怒りました怒られました、先に行きます。いやいや、でもね、はい、でもそうなんです、なんかしたら、やっぱお金をね、払うのは当然なので、私はそれこそ、例えば映画を見に行ったりとかした時にお金を払うじゃないですか、でそれは映画を作って出してくれた人たち、出演してくれるものすごいたくさんの人たちのところに届くお金なので、回り回っていけばね、そうだよね、でそれはお金はね、経済はお金は回さなきゃいけないものなので、その通りだ、映画泥棒ダメ絶対ですからね、それが痛いね本当ですよ、ね、本当よね、そうだから本当世の中ね、持ちつ持たれつ、私にできないことを誰かがやって、例えばトモさんがやってくれて、トモさんができないことはこの誰かやってもらう、それで巡り合わせの中で、一番大事なのはですね、ここから今日のポイントですね、私はこれができるっていう、得てだから長所、得意なことを自分でちゃんと捕まえておくことなんじゃないかなと思うんですね。
下北沢と自由が丘、まあ、占いサロンに出させていただいてますが、お客さんの中に私できることが何もなくてっていう方が結構な割合、おーい、おーい、いらっしゃるんで、ここにもいるのか、いるのか。でも、ちゃんと勉強してきてるし、ちゃんと子供も育ててるし、しっかり働いてきてるし、何言っちゃってくれてんの？すでにいっぱいやれること、もうやってきてるじゃん、ここまでと思うんだけども、大事なこと、やってきてないことが一つだけあるんですね。自分を見つめる作業をしてきてない。まあ、チャンスがなかったのか、見つめなくてもいいあの幸せの生き方をしてきてしまったのか、まあ、どっちかだと思うんですけどね、はい、だからその好きなものも分かんない、やりたいことも分かんない、もうそのあと犬のおまわりさんじゃないんですけど、困ってしまってワン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 、どうしても今日これが言いたかったワン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 なんですけど、はい、まあ、そういう時には、はい、そこは鑑定しちゃいます。うん、そこで出てくるのが占いさよでございます、ね、はい、間違いなくもうしちゃいますよ、うん、がっつり、うん、正面から、うん、はい、あの天命とかですね、天職とか、まあ、適職ですね、何でもござらでございます。ピンとこなければご相談乗っちゃいますよ先生、うん、って感じで、はい、で自分がやりたいことが先、できるとかできないはその後、気持ちがなければ技術も磨けない、仕事も続かない、好きこそものの上手なれ、ね、鑑定で見るのは本人がやれば必ずできるはずのことなんです。でそれをね、実際に行動に落とし込むのはアドバイスはできますけど、行動に落とし込むのはご本人のやりたい気持ち、これだけなんですね、うん、はい、やりたい気持ちはあっても、うん、今まで何の経験もなかったりとか、うんうん、そういうことを、うん、まあ、やってみたかったけどやらずに来ちゃったみたいなことを、うんうん、それをやってはありなんですか、うん、それは。いや、いや、ありなんじゃないですかね、うん、いや、いいんじゃないですかね、うん、むしろあの誰も止めないと思いますよ。あの習わなければ始まらないものもあるでしょうし、もうそれは全てやるかやらないかはあなた自身の判断によると思います。ただね、あのやりたいことやるためなら誰に迷惑かけてもいいのよなんて、そんなふざけたことは言いません。このやりたいことをやれるようにするためにはどうしたらいいかを考えるところから自分の人生を生きていく時間が始まります。はい、なんか難しいこと言いましたけど、少なくとも、真面目に真摯に自分の生き方を模索して世の中にいかに役に立つかを考えて、やっていけばですね、人生は変わるんです。うんうん、なるほど、うん、こう自分のやりたいことが他の誰かのためにこうどう役立つかみたいなことを考えていけばいいっていうことですかね、うん、そうです。いつもそこにやることに対する、まあ、存在やる意味みたいなものが出てくるみたいなことですかね。やって行動に移さえすれば、うん、さらにその先、私じゃあもうちょっとここまでいけるかもしれないとか、うん、もうちょっとこういうことまでできるようになるかもしれないって、今まで見えてなかった地平線が見えるようになってくる、うんうん、ただ動かないとその地平線動かないからさと思ってるんでございますのことよ、うん、はい、まあ、あのまずは自分でね、これができるっていう、私はこれで役に立てるんだって人のために、例えばトモさんが私のためにめっちゃ立ってくれてます今日もいろいろ助けてもらいました。そんなことはありがとうね細かいフォローね、そういうなんかあの自分にできること一つずつみたいな、はい、そういうちっちゃいことのね積み重ねぐらいしか、はい、あのなかなかできないのでね、あの水子さんみたいにあの人のねこう背中を押しすような、はい、武器もないので、いや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 、あのあるはずなんですけどね、あの本人まだ自覚してないだけなんじゃないのかなと私は思っておりますが、はい、そうですね、せっかくね生まれてきたんですからね、面白いことして満足していきましょうよ、うんうんうん、はい、そうですね、難しいですね、なんか、うん、私はやっぱりなんかこう自分に自信がないまま生きてるんですけど、うんうんうん、まあ、楽しいことはね大好きだし、うん、まあ、さっきのね話の流れでこう、うん、自分が、まあ、見に行く側とか、うんうん、受け取る側だから、うん、水耕さんが、うん、背中を押してこう鑑定をしてくれるにも、うん、その鑑定をしてほしいと思う側がいないと成り立たないので、そう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 、巡り合わせだね、そうそうそう、うんうん、してほしいと思う側に立つことで、うん、まあ、あの役にも立つのかな、経済もあるのかな、まあ、みたいなことを考える、ね、はい、自分の、うん、まあね、
ポジションに立って役だお役立ちポイントですかね、はい、あはい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 、あでもあ考える自覚しろとか そういう感じですかね。あのうまいこと言いましたね、うん、それですね、はい、そうです、お役立ちポイントですね、はい、あの分かりやすくていい言葉だと思います。あの一人じゃあそのお役立ちポイントうまく見つけられないとか、自分の中なんてうまく掘れない、まああの長所生かしてるつもりなんだけどなんかうまくいかないんですよねとか、まあ、そういう人生観とか価値観とかまで含めた総合的な個人鑑定は、スイコさんに私にちょっとあの助言をしてほしいなって方はあの占いサロンタオへお越しくださいませ。お待ちしております。はい、はいはい、いつも一通りねいつものねお約束の、セールストークもね、無事に終わりましたので次はい、まあ、はい、まずは、オープニングということで、はい、今日のね、では今回の光のキーワードでございます、はい、せーの、自分のお役立ちポイントを自覚しよう。まずゲストをお迎えする前にですね、このスタジオではこの素敵なトレイルフレッシュで、完璧に、イオンでですねオゾンイオンのパワーで脱臭除菌ということで、我々は今このついたてだけを挟んでマスクなしでやらせていただいています。ご理解いただければと思います。はい、お待たせしました。本日のゲストは鳥海流四柱推命創始者日本扇動協会代表理事の鳥海白水先生です。鳥海先生、本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。お忙しいところ肩書き長いですね。もう一応長い方が偉そうに聞こえるかなと思ってな持ってない持ってない、はいはいはい、鳥海先生、あのスポーツ、はい、なんかすごいいろいろ段持ちというか球持ちというか、まあ、スポーツは僕一応20種類ぐらい上級レベルでできるんですけど、意味がわからないね。人があんましやらなそうなスポーツって何ですか？スカッシュとか。あ、スカッシュ、はい、あと多分来年から剣道やるんですけど。なぜ今更剣道？なんかジジイになってかっこいいかなと思って。それ見た目優先じゃないですか？いやそれでいいんですか？人間の 見た目9割ですからね。それには反対できない私がここにいるはい、はい、実は四柱推命のですね、はい、お弟子さん、うん、あの鳥海先生がからこう広まったその鳥海流四柱推命のお弟子さんが今3000人、はい、まあそのくらいいるでしょう ね、 ね、僕は直接今400人ぐらいだと思うんですけど、うん、はいはい、今頑張ってる方は月に20人ぐらい教えてる先生それはお弟子さんとか、はい、素晴らしいですね。あ、まあ、でもあのそもそも鳥海先生は鑑定士というか、はい、占い師になりたかったたという理解でよろしいんですか？昔は1ミリも思ってなかったです、うん、やっぱし1ミリもなんだ。マイナスでしょうね、きっとね。ひどい。占い師だけはないなと思ってその心はダセいじゃないですか今3000人の弟子がいるとダサいとか言ってね、はい、今までの占いはね、はい、あ、そうですね、こうね、これからやっぱりかっこいい占い師作りたいなと思って、うん、そうですよね、はい、そう、だから鳥海先生によってやっぱしかなり占いの、ね、印象変わりましたね。
まあそうですね、うん、まあ前もあるラジオに出た時に、うん、占いの先生っていうよりも広告代理店の営業みたいって言われました、ね、誰そんな本当のこと言ったすごいな、はいはい、よく言われますね、うん、そもそも20代の頃に、はい、これうっかり立ち上げたような感じですか。僕もともと安坂祭っていう、ほっ固い、はい、今は損保ジャパンなんですけど、はいはいはい、なんとうちの娘が損保ジャパンの今、oh, wow. 社員でして、ね、oh, wow. まあ、人の縁というのは不思議なんですけど親子2代で、はいはい、そこで、うん、保険とか売ってたんですけど、はい、ある群馬のお蕎麦屋さんから、うん、結婚式場までこう立ち上げてですね、うん、大成功した方がいらしたんですよ、うん、で月収3000万ぐらい で、 すごい、ね、でまあ、まあ、火災保険いただいてたんですけど、はい、まあ、保険やる人ってのは意外と暗めでね、うん、色も白くてなんか生きてるのか死んでるのか分かんないとかって、まあ、俺が言ったんじゃないですか、その先生、社長が言ったんですけど、あんたは色も黒いし面白そうだしやっぱりそこだやっぱりね、うん、なんか俺金持ってっから、うん、一緒に仕事しないかと、ほうほう、でどうせやるなら、うん、東京のど真ん中でやりたいと、は一番人気のとあるとこはどこって言われて、うん、当時やっぱ表参道って、はい、すごい花形でしたから、はい、ね、いや、 やっぱ表参道じゃないですかっつって、うん、そしたらもう1週間後にもう表参道の駅から1分ぐらいの事務所を借りてきてですね、はで家賃も払うし給料も払うから一緒に仕事やんないかって言われて、あ、じゃあやりましょうって、そういうきっかけですかね。すごいですね。でそれこで初めて占いだったと。いや最初はね、なんかわけわかんない男軸というね、本当わけわかんない、はい、要するに当時から間違ってる何か、うん、当時からまあ結婚、うん、を決めるのも女性だし、はいはい、新婚旅行も女性だし、はい、日本男児どうしてんだと、ね、もう男らしい男を作ろうっていうことで、まあ、金があるんで、はい、当時有名なそういうプランナーとかに何百万って出してバブルの頃、そう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 、で企画書、こんな分厚い企画書で男軸とはみたいな、でも全然立ち上がらないんですよこのまま行ったらやべえ、これこの企画なくなるなと思って必死でこう説得しながらそんな話が面白いね。でそしたらたまたま、うん、ある有名な CSK の大川社長っていう、はい、まあすごい有名な経営者の方の講演会があるんで、うんうん、鳥海待ってろと、今日は絶対いい話を聞く自信が俺にはあるからとか、うん、まあまあ、わけわかんないですよ経営者ってのはね。そしたら大川さん何言ったかっていうと、うん、これからは、うん、第六産業が入りますとか、ほうほう、第六産業って何ですかって、まあ、その社長を手を挙げて聞いたらしいんですけど、うんうんうん、それは占いですって言ったらしいんですよ大川さんが。そう、ほう、大川さんね、はい、マーベルシステムとか作った人ですよね、はい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 、で、おとゆみ占いがいいらしいぞって社長あれだけ金かけて企画書作った男軸どうすんすかみたいな、全くだ ね、うんうんうん、いや、ちなみにうちの母は占い師なんですけどってそしたら社長なんて言ったか知ってます、うん、ちょうどいいじゃねえかって、すっげえ渡りに船的なそう、ちょうどいいじゃないか、お前のお母さん占い師なんだったら俺がお母さんに給料出すから、はいはいはい、お前も仕事として占い勉強しろって言われて、うん、パラだ ね、 ね、素敵、うん、で、まあ、まあおふくろ死んじゃったんですけど、そのおふくろに出すお金ちょっとピンハネもしながらですね、はい、息子、ひどい息子でしょ、ひどいな、ね、で占いやったんですよ、はい、でなんと1週間でマスターしたんですね、はい、それすごいですよね、うん、正直にすごいと思います、はいはい、で1週間でもう なんかね、はい、俺前世から占い師だったらしくて、もうバンバン入るんですよ、ははしかも四柱推命だけ入るんですね、気学とか手相とか易は全然頭に入んないんだけど、四柱推命だけはもう昔から知ってるようには、それ知ってる人だって年中退だもん、そうなんですよ、で多分四柱推命の占い師だったんだね、あ、間違いないですね、そう、今すごいいろんなことに特進がいったわ、そう、それですごいじゃん、うん、もうほんと1週間経ったら、うん、もうバリバリ占いできんじゃないって気になっちゃったなるほど、はい、うん、それは占い師だ、すっごいよくわかりますなんか今すごい説得力あるな、はい、いい話聞きました。他の占いはダメですよ、四柱推命だけはもう前世もそのまた前世も四柱推命の占い師なんで、うん、そう、最初に習い始めた頃に、はい、印象が変わったっていうのは、その名式を、ね、見てたーっと見た上で、たら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 、その口からこう出てくる言葉がもう継ぎ目がなく、ちゃんとストーリーになってるんですよね。そう、四柱推命だけなんですよ他ダメだったね、他ダメです、企画も全く分かんないし、挑戦したんですね、挑戦しました
これ3回ぐらい聞いてるのに3回とも出てたし。なるほどね。駅はもう東大の文学出た石井先生っていう素晴らしい先生から習ったんですけど、はいはい、1ミリも覚えてないです。もったいないこと。はい、でも四柱推命はもう知ってるって感じなんですよ。それはね、もうやっぱしそれはもう生まれついての四柱推命鑑定士講師として、そうですね、はいはい、やっていただいて、それはもう本当にありがたいんですが、はいはい、逆に先生自身がですね、はい、占いこれ四柱推命めっちゃ当たるやんっていう風に、うんうん、これいけると思った瞬間ってあります？まあ一応ね2年目ぐらいでしたかね、習い始めて、はい、うん、まあ占い始めて、習ったの1週間しか習ってないんで、あの2年目ぐらいの時に、はい、あのオズマガジンってあるじゃないですか。あります、はい、で当時僕オズマガジンの占いコーナー結構やってて、うん、でオズマガジンがでかい会場を借りて占いフェアやったんですよ、うんね、その時にお母さんと娘さんが来て座ったんですね、うん、で生年月日お願いできますかって、お名前をお返しくださいって言って、ごめんね間違ってたらって、東大の医学部ですよねって言ったら、はいそうです、うん、でずっと小学生から全国1位だよね、はいそうですって、でも健康運のところに血液とかが罰になってるから、うん、もうそろそろ、うん、あのもう年齢的にはもう実際にこう勉強だけじゃなく手術の研修とかも入ってますよねって、うん、その時に実際手術のそういうまあトレーニングを受ける時にちょっと貧血で気持ち悪くなってるんじゃないですかって言ったら、そうなんです、であなたは本当はむちゃくちゃ頭いいから、うん、心臓外科医とか脳外科医を目指そうとは思っているけど、うん、実際に手術の現場に立ち会った時にこれじゃあ難しいなって悩んでるんですよねって言ったら、うん、そうですえ当たりすぎ、うん、でまあ主星っていう一番大事なところに食人っていう子供っていう星があるから、はいはいはい、まあ、小児科もね、うん、実際には手術もするけど、うん、脳外科医とか心臓外科医ほど毎日毎日手術じゃないと、あれだって体力勝負だもん、そう、うん、でその時に、うん、やっぱりこれから少子化で、うん、まあ、はっきり言って、うん、小児科の先生はどんどん減ってると、うん、あなたは女性なんだから、うん、日本一の小児科医を目指しなさいって、うん、そしたら悩み事が、うん、心臓外科医になるか小児科医になるかを聞きたかったんだっていう、うんうん、先回りして答えちゃった、うん、先に言っちゃったっていう、それ手応えですよね、はい、まあまあ、あの前世占い師だったんで、うん、そもう今さら言われても納得だね、うん、これは、まあ、一応答え合わせすると、うん、たまたま当時、うん、代々木の駅前に、うん、東大の現役の学生が教える塾があったんですよ、はいはいはい、うん、でその社長僕の知り合いだったんで、うん、名前はどうでもいいから、うん、分1分2分3と、うん、リーチリー2リー3の、うん、生年月日だけ、まあ、当時メールとかないからファックス流してっつって、うん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 、でもう300人ぐらいのすごいな現役東大生の傾向を分析してたの、はい、そしたら離散になった途端に合材帝王と変異が多かったわけですよ。なるほどね。でそのお嬢さんもやっぱり合材帝王と変異で、うん、主星が食人だったわけ、うん、あ間違いない ね、 ね、それはね、だからそのデータプラス前世の記憶で言い切ったわけですよ、ね、うんうん、まあ、データだけじゃそこまで言い切れないんですけど、前世の記憶で匂うんですねこいつ東大だみたいな見えないことをどこまで言っていいかよくわからない、うん、でもそういうのも手応えがあればもうそれはそういうもんですよ ね、 すね、なるほど。だから鑑定終わった時、うん、親子で僕に手を合わせてました、もう生き神様としてもう、まあ、占い師になって2年目からこれなんでそれは調子に乗るよね、乗りますよね、しかもね、そんな感じでしたね。そう、でも そんなあのブイブイ言わしてる風な鳥海先生なんですけど、はい、見えるところにある星が2つとも人当たりがいいというか人脈が非常に豊富だという、はいはい、人に助けられる、人を助ける星、助けつつ、まあ、基本的に僕の人生は全部人によってこうね、うん、回ってきてるんで、そうすごいタイミングでいろんな人に会ってますもんね、はい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 、最初にその、まあ、私たちがすごい今便利に使わせていただいている、はい、本当に秒でその人の、宿命か何かザクッと出る表があるんですけど、はいはいはい、あれの一番最初にシステムを作った方とも、うん、天中札の年ですけど天中札かつ死亡の年にやってらっしゃいますよね、うん、そうですね、はいはい、こういう時には天中札じゃなくて死亡を取った方がいいんですかね、はい、そうですね、天中札よりも、うん、その確率が低い方が優先されるので、うん、なるほど、じゃあやっぱ死亡の年ですね、しかも奥様、はい、奥様、はい、はい、ですね、三徳ですね、そうなんですよ美人で三徳、はい、はい、でスキーめっちゃうまいですから、ね、向かうとこ的な、はい、で歌もうまいしね、まあ、ですよね、まあ親子、まあ、夫婦で CD 出してますからね、はい、
はい、皆様そんなご夫婦でございますのことでございます、はい、で 実際今その秒で出るあの今の、はい、あの鑑定システムを作ってくれてる方とは相互守護神、はい、そうですね、まあ彼女に出会わなければ今は僕ないでしょうね、うん、いや私も本当にあのね彼女もすごいもうあの魅力的な人なんですよ、うん、私大好きなんですけど、うん、来年リッチンですからね。本当だね、うん、杉浦さん来年リッチンですから本当だ、ね、まあ来年は多分 お子さんも大きくなってある程度時間ができたら、うん、めっちゃやばいんじゃないですか来年、うん、また上がっちゃいますね、まあ、上がりますね、はい、ということがいろいろ分かるあの市中水面なんですけれどもね、はいはいはい、でもその持ってるから、うん、星持ってるからあぐらかいてていいわけじゃないですよ、ね、やっぱり、うん、一生懸命やってないといい人に出会えないですよね、うん、そういい人に出会えないですよね、はい、一生懸命やってない時は、うん、出会ってもなんか変な人なんですよ変な人ね、はい、だから出会って悪い相手をよくなんか変な人に出会っちゃったって文句言う人いるんですけど、うんうん、まあ出会いは鏡なんで、あわお結局自分が悪いんだよっていうことかな、うんはいはい、ミラリングですからね、はい、そう、はい、すごくよくわかります、うん、私もまあ、先生の門下に加えていただいてこうして6年目になるんですけどね、はい、もう6年ですよ、6年目ですよ、早いんですよ本当に、足掛け6年もう入ってしまいました。コイン矢の如しって感じですね。ね、本当早すぎですよね。コインアーチェリーの如しですね。今なんか今なぜそんな横文字使いたがんねんって感じですけどね。はい。いや私ももう6年目を迎えましてですね、それなりに私が占い師としてはこれをやっていこうという、はい、まあ目標見えてるんですけど、うん、先生的にこれからの、まあまださらに野望果てなしだと思うんですけど、やっていこうと思っていらっしゃる方ってどんなことありますかね。まあ簡単に言うと。うんまあ、結婚相談所っていう月額3000円のすごい安い結婚相談所をもう立ち上げまして、うん、これはまあ少子化対策と、え月間3000円、そうですよ、一月3000円ってこと、はい、成婚率ってどれぐらい期待していいんですか。だって相性がいい人を毎週紹介してるんですよ市中水面の技を使い尽くして、はい、選ばせないっていうわお選ぶからみんな結婚できないんですよ。そうなの、うん、私もそれを気がつきました。選ばせないんですよ。はいはいはい、すごいよく分かる言ってること。でさらに月額3000円でしょ、うん、安いな。でそのうち2000円は占いの先生に行くんですよ。私そこに加えてもらえる、ね、これどういうことかっていうと、はい、要するに月額3000円って世の中にそういうマッチングアプリってあるんですけど、はい、ありますね、まあ、ほとんどがパパ活だったりとか、うんそうですね、既婚者が入ったりするんですよ、はい、そうですそうです。でも占いの先生に相談に来て、うん、本当にこの人を入れてあげたいって人だけを入れていくってことなんで、うん、ハードル高いですね、はい、安いのにいい人しか入らないんですよ。何その玉虫システムというか素晴らしいですね、はい、でこれができるのはうちしかできないんですよね。そうですね、なぜなら市中水面の先生これだけの数を抱えてるのはうちしかいないんで、数千人ね、はい、うん、確かに。ということは毎月1人が10人入れただけで毎月1万人増えていくってことでしょ。おわお、めちゃやばいじゃないですか、うん、しかもこう累乗で増えてきますからね、はい、その話ちょっとこれは、まあ、いわゆる少子化対策とうん、うん、あと占いの先生たちの占いのトレーニング用ですよね、うん、あ自分の会員に対して毎月占い の、うん、こうお答えをやることでスキルも上がっていくし、うんうん、やりがいもあるじゃないですか。そうですよね、うん、本当に占いはやらないとうまくならない、うんはい、伝わらない。そう、うん、で普通結婚相談所って入会金10万円払って、うん、そう月1万円払ってお見合い3万円払ってそう結婚決まったら30万円払ってそう、ね、そんなところに22、3の可愛い子が入りますか。いやもう普通に自分で借りに出ますよね、そういう時にはね。で何がすごいって、はい、もうすでにもう会員200人ぐらいいるんですけど、会員の半分以上がめっちゃ可愛いんですよじゃあ半分は可愛くないって、まあまあ、まあ平均レベルですけど半分ぐらいはすげえ可愛いんですよ。なぜかっていうと、うん、うちとパーティー会社が組んでやってるんで、うん、なるほど、パーティーに来た人で綺麗な人にだけパンフレット渡してるんでもうすでにそこで足切りが始まってる。そう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 、だから、うん、安い割には多分日本一の、うん、会員のレベルの高さです。クオリティはこうクオリティめっちゃ高いです。トップオブトップだと。いやもうだって僕いろんなところでね、うん、オーネットサンマークとかいろんなところで講師やったし、うん、IBJ でもやったことあるし、うん、現場に出てますから、どのレベルかってもう全部分かってるんで、うん、どこの会員に行ってもこんなレベルいねえなっていう人ばっかり入ってる。まあ、先生がそもそもね、はい、太陽ですからね、まあまあね、中心力ありますからね、
なるほどね、はい、そのビジネスはちょっとうまくあのそのままやっていただいて、そうですね、え、はい、私の年金もあの子供たちがザクザク稼いでくれるようになるといいなと思っておりますが、はい、ちょっとあの今ですね、もう8時30分、はい、あと10分程度になってしまったんです、ね、あ、もうあと10分、うん、ちょっといろいろ飛ばして飛ばしてですね、はい、はい、先生、あっという間だよね、ざ、そうなんですよ、まあ、もうちょっと言ってもいいんですけど、はい、ざっくり2021年、はいはい、今年、今年は四柱推命的にはですね、はい、皆さんちゃんと聞いてね、メモ取ってね、ここから大事な話だからね、はい、食人っていう星と被験っていう星と変因っていう星と、うん、陽っていう星が、はいはい、支配するんですよ、はい、ね、うん、で食人っていうのは、うん、子供とか、うんうん、あるいはまあもちろん食べることとか、うんうんうん、あるいは喋ることとか、はい、だからまあ本当に子供のやっぱりなんていうのサポートみんなでしましょうとかね、うーん、なるほど、はい、ね、今教育現場って非常にひどくてですね、うんうんうん、本当に親が学校に行かせないっていう家庭もあるぐらいですよ。もう不登校なんか兄弟3人とも学校行ってないっていうのもあるんですよ。これ占いやってると分かるんですけど、一般の人はそんな知らないっていうかね。だから本当にもう日本の子供ってのはもう宝なわけだから、はい、親だけじゃなく地域でこうみんなで力を合わせて一人の子供をしっかりとして育てていこうっていう気持ちがないと僕はいけないと思ってるんですね。無関心が一番ダメですよね。無関心ダメです。それと被験っていうのはこれもういわゆる今年はフリーランス元年でしょうね。皆さん個人事業主の方、ね、おめでとうございます、はいはい、それからもう例えば、うん、電通とかもそうだし、うん、あるいはまああのすごい大手もこれから副業どんどん OK になってきますんで、うん、そうでしょうね。だからもう多分僕はこれからプロフェッショナルフリーランスの時代って言ってるんですけど、うんうん、はい、フリーランスっていうとなんか不安定でしょぼい感じじゃないですか、うんうんうん、はい、でもプロフェッショナルフリーランスってのは、うん、いいなそれ、うん、年収4000万5000万稼いで、うん、時間自由で毎日こう楽しい人生を送れるのをプロフェッショナルフリーランスって勝手に僕はつけてるんですけど、うんうん、プロフリーの時代なんですよ。プロフリーもうすでに短くなってる、はい、プロフリープロフリー、はいはいはい、ね、で変因っていうのはもちろん占いって意味もあるんですけど、うん、副業、そう、海外とか、うん、そうだそうだ、一定の場所にとどまらないって意味なんですよ。だから、まあ、今回リモートで、まあね、実際もう大手が8割方会社に行かなくて、うん、自宅でお仕事ができる、うん、でも成立してますよね、はい、うん、だから僕ある旭化成の社員なんかは月に1回しか行かなくて、はい、1日3時間気合入れてやると、うん、ほとんど1日の仕事が終わって、うん、このままコロナ続けばいいってボソって言ってましたけど本当のこと言いますね。ね、困ってる人もいるけど喜んでる人もいるんですよ、うん、そうなんですよ ね、でその時にやっぱりこう全てを正に悪いことじゃなく、うんうんうん、もっと順応していかなきゃいけないんですね、うんうん、まあ、こういう時代が来ちゃったんだからもう今止めることできないんで、はい、だったら、うん、例えば、まあね、あの 都心だったら30万40万家賃払うのを、うん、田舎行けば2万でいいわけじゃないですか、広くてね、うんうん、そしたら毎月コンスタントに20万稼げば生活できるわけですよ。そういうことを考えていくとか、今サブスクでなんかどこに住んでもいいっていうサービスあるじゃないですか、うん、なんかそ聞きましたそれ、ね、毎月いくら払うとどこに住んでもいいみたいな、あれをもっと応用していくといろんなこうプロフェッショナルフリーランスになれんじゃないかなっていうのがあって、時代ってそういう風に変わってきてるんですよ。なるほど ね、で陽っていうのは生まれたばっかりの赤ちゃんって意味だから、うんうんうん、要するに自分がもう一回生まれ変わったつもりで取り組みましょうっていうのが2021年です。まさにそのいわゆる風の時代になったばっかしでもこれですから、そうそうそう、案外変化早いですよね。いや早いですよ。だからもういい大学行ってるとかいい会社に入ってるっていうことじゃなくて、うん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 、もう自分の個性を生かして、うん、それをいかに安定収入と爆発的な収入をうまくバランス取りながら自由な生活をするかっていうのがプロフリーなんです。プロフリー理念なんですよ。自由な生活って響きいいですね。そうそう、プロフリー、そう、確かに知り合いの会社社長が、うん、このコロナのおかげで、うん、東京の都内のくっそ高い、まあ、こんなこと言っちゃいけないですね、会社の借り賃、うん、家賃ね、家賃ね、うん、全部ゼロになりました。だってワンフロア4000万とかやめちゃったもん、もう本当に、ね、年間で5億円ぐらいなんですよ、スポーンって持ってかれるんですって、うん、でそれが全部浮いたんだよ。そう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 、でだね、ちなみにだからこれから僕どこに行けばいいか占ってって言われて、まあ、結構いいお金いただきましたからね、はい、だからそういう相談増えると思いますし、うん、そうなんですよね、まあ、もっと言ったら毎月キポイにサブスク使って、うんうん、住んでいくっていう、そういう新しいビジネスもあり得るじゃないですか。それ考えたことなかった、ね、先生すごい、やっぱり、まあ、一応占い師なんでさすが先生どうせなら運がいい方がいいじゃないですか、ね、そういうことですよ。そういう、まあ、いろんな複合とかできるし、
非番切符は結構取ってるんですよ、うん、なんだかんだ言って、まあそうですよね、うん、でも確かに非番切符だとその、うん、何あの駅前の小さいそのスタバとか、うん、ああいうところでしかちょこちょこできなくて一月単位だったら教えてやれる、そう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 とか、ね、いろいろあるんですよ。素晴らしいね、私ね、そう鳥海先生すごいと思うのは別にここで今日はねあの要所する番組じゃないんですけど思いつきが面白いんですよ。でちゃんと占いを中心に置いて、でなおかつそこからどうやればそれが事業になるかビジネスになって、しかもそのそれに携わる人がきちんとお金を手にすることができるかをいろいろね考えてくださってるところが、い占いという行為はそれだからね、ほうほう、目の前にいる人が問題を定義してくれて、うん、もちろんしょぼい相談もあれば、うんうん、あ、うん、上場を目指してる経営者の相談もあるわけですよあります、はい、でそれをしょぼい相談だから適当じゃなく、うんうん、もうどうしようもない、例えば彼氏ができないとかって、うん、ある、ね、うん、しょぼくはないけど、そんな100人に会えばいいじゃんって思うんだけど俺は相性がいい人100人会えば絶対さ20番目ぐらい彼氏できるわみたいな間違いないです、ね、はい、でもそれに対してちゃんと相談乗ってあげたりとか、ね、うんうんうん、あるいはもう本当に最短で上場したいんですよとかって、一応僕のところで相談来てる人5人上場してますからね。おそのうち1人は国内と海外で上場してますから、ね、何それ上場指南をするわけ、うん、まあ、こうやれば上場できるんじゃないみたいな、ちょっと後でその辺の大事な話ですよね。要するに占いっていうのは、うん、まあ、ある意味マーケティングであるし、はい、コンサルなんですよ。そう、コンサルの、ね、ライフコンサルみたいなもんですよね。ですね、うん、だからなんか当たんないとかじゃなくて、でもそれ真剣にその人のな悩み事を解決するために一緒に解決方法を考えるトレーニングだから、それはお題が出ればすぐビジネスプラン出てきますって話ですよ。かっこいい30年もやってら、いやー、ね、さすがですね、さすがですね、30年間べしゃりだけで食ってんだから、うん、べしゃり言わないでも確かに先生はね、おしゃべりお話の発祥保証をがっつり持ってらっしゃいますね。ザ占い師なんですよ本当に、うん、これだけ占いやってるのに、うんうん、物売ってないですからね。ですよね、うん、下手なこういうね手売りやってませんからね、うん、やってませんからね、はい、もう占いだけですからね。すごい、うん、占いだけで30年ですからね。早30年ですか。はい、30歳からもう今足し算すると大体分かると思うんですけど、はい、60、今年61ですからね。あ、そうですよね、はい、いやもう先生からは日々いろんなことをやっぱし教えていただくし、はい、今日お話聞いて、まあ、私間違ってなかったかねってちょっと今私もいい気になってます、うん、まあだから、はい、これからはやっぱり占い師が小学生のなりたい職業のベスト10に入っていきたいなと思ってて、でないと私ね、なんか ね日本沈むような気がしてて、ね、うん、でやっぱり、まあ、まあ批判ではないんですけど、うん、結構高学歴の人ってあんまり占い向かないんですよ、うん、なるほど、なんか知識をひけらかしちゃうところがあって、はい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 、ね、で、うん、こんなこともできないのみたいなところが雰囲気があるわけです、うん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 、だからといってバカもできないんですよ。うーん、なるほど、だからちょうどいいの、まあ俺ぐらいの、まあ、高学院レベルがちょうどいいんですけど、すいません高学院の方経営学院の方に親指をいたします、ねね、はい、はい、まあ、でも本当は東大とか早稲田慶応の優秀な人が占いやって、うん、そういう思いやりのある人が増えれば、日本は多分復活します。あ、うん、だから東大とか早稲田慶応の人たちがなりたい職業にするのが僕の仕事だと思ってるんですよ、うんうん、そう、思いやりのある高学歴、そう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 、うん、これなかなかいないじゃないですか。なかなかね、プライドがとこに ね邪魔しますからね。人生って大体プライドで失敗するんで。そうね、はい、プライドと感情ね、はい、うん、まあ、プライドを上手にコントロールできた人が成功すると思ってるんですけど、ご在庭を、はい、うん、まあ、お話は尽きないんですけど、はい、皆さん、そうなんですよ、お時間なんですよねまだ、まあ、これから先聞きたいとか、また鳥海先生の話面白かったんで、また、はい、おかわりくださいとかいう方はですね、はい、どんどん番組の方にご連絡いただきまして、はい、また先生を呼び戻すべく、はい、お便りメール、ツイッターなどでも、はい、ご連絡ください。ぜひよろしくお願いいたします、はい、先生今日は本当にありがとうございました、はい、本日のゲストは鳥海流四柱推命、創始者ですね、はい、日本船頭協会代表理事の鳥海白水先生でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
はい、最後のコーナーは私が紹介したい子どもの本をご紹介するコーナーです。今月も私が編集させていただいた5本を、ご紹介させていただきます。まずこの本なんですけど、そもさんどうですか。ね、さっきちょっと中も見せてもらったのかわいいです。かわいいべ、かわいいです。もうね、メロメロなんですよこれ。確かにね、今日ご紹介するのはですね、このもち直美さんという作家さんの、2冊ですね。もちさんはですね、実はまあ占い的な話をすると、アイデアの星をご自身のど真ん中に持ってる星で方で、形にしたい、やりたい、作りたい作品のアイデアいっぱい持ってる人で、ストックがあるんです。で、もち先生見てますか。やってますよデビュー作ですよ、はい。そして無類の頑張り屋さんでもあるんで、これからなかなか活躍をですね、期待したいところだと思うんですけども、これパッと見てのは気が付いたことあります？んか、その可愛いのポイントなんですけど、絵じゃないんですよ全て。そうそうそう、絵じゃないの実は、はい、絵じゃないんです。これ全部ですね、増えるとフェルト細工なんです。でカメラであれですかね、届きますかね。はい、絵じゃないんですよ。そうなんですよ、可愛いんですよこれ全部ね。モフモフの板のフェルトに上からつくつくして、いろんなものをこう閉じ込んでるんですけども、まあ、私もね一回もち先生のワークショップでやったんです、フェルト細工ね。形にならんねあれね無理だね似てあらざるものができるっていう、うん、そうなんです、はい。でこれね実は10年かかってるんですよ、構想から実際作るまで。で原画もですね、都内であちこちの原画展、これ去年 の2月の本なんですけど、これくらいかな、結構ね大きいんですよ。でご本にするときにはそれでももうちょっと拡大したので、毛の感じとかモフモフな感じがねよく出たと思います。これね、ガデンですね、ジガジさんね、すごく可愛いモフモフになったと思ってますあったかい感じがしますよね。ですよね、冬に読むのにちょうどいいですよね寒い今にこそ読みたい、そこ、はい、モフモフ、心があったかいじゃなかった。いやでもこう手があったかいそっちの方ですね。ねでもぜひ原画も見たい、うん、見てみたいと思う。またちょこちょこ都内の絵本専門店なんかでもイベントされてますんで、その時には原画もお持ちになるかと思うので、ぜひチャンスのある方行かれてみてください。10年なんですよ、すごい、はい、作るこれ一冊作るのに、うん、10年、うん、構想から10年かかってらっしゃいますね。でもそのぐらい細かい、ほんと一つ一つが細かいですもんね。うん、一番最後に作ったのはこの お見返しの一番最後のとこなんですけど、可愛いべ、うさぎさんとリスさんが向かい合って、後ろにいちごのリースだべ、もうこれほんダメって言ってましたね。ほんと可愛くって、これこういうのにしたいですって先生からお話を聞いてる段階でも私目からよだれが出てましたね、可愛すぎて、うん、はい。お話としてはですね、今どれぐらい時間の、あと44分よし、ちょこっとだけ頭のところを、はい、読ませていただきますね、はい。春の歌、もち直美作、こっち側だね、お作法がね、はい。春の歌、主人公は、ね、リスの子ですね。チョコは春に生まれたシマリスの男の子です。今日からお母さんと離れて一人で暮らし始めます。お腹が空いたな。チョコは落ち葉に埋もれているどんぐりを見つけました。夢中で食べているとポトポトポト、コツンコッツン、チョコはびっくりして泣き出してしまいました。見えないね、もうちょいこっちこの辺かな、うんうん、こうしようか、うんうんうん、立ち姿があまり美しかった、ね、はい、大丈夫？顔を上げると雪うさぎの女の子がいました。ふふふ、私はネネ、お友達になってくれる？僕はチョコだよ。わーい、僕たち友達だ。チョコが飛び跳ねると七かまどの実がはじけて転がります。二人はかくれんぼをしたり木の実を分け合ったりしました。チョコがお母さんを思い出して寂しくなった夜には一緒に眠りました。木枯らしが吹き始め冬が近づいてきました。チョコは頬袋いっぱいに木の実やどんぐりを入れ、冬ごもりをする巣穴に何度も運びました。お手伝いにやってくるネネの体はだんだん白くなりふっくらとしてきました。
ということでね、チョコは今から冬眠に入るんです。雪うさぎは冬眠しないんです。つまりチョコが寝に入った段階でこの2人は一度お別れするんですね、うん、お別れした後にですね、ネネがですね一人でこの雪の原に、実はここネネいるんですよ。悲しい、寂しい綺麗だけど悲しい絵なんですよね。で実はチョコと別れる時にネネはね一つお約束のあるものを渡すんですね。でそのものをですねチョコは起きた時に形が変わっていて、でそれを実は目印にしてネネが会いに来てくれる、春にもう一度会おうねっていうお約束を2人の友達は果たしました、うん、会いたくて会いたくて冬の間、春になって会って嬉しい、2人で踊りを踊るんです。またそこのシーンが可愛いんですけどね、あのぜひこれからのシーズンですね、もうコロナで特にあの会いたい人に会えないそんな時期にこんな絵本をですね送り合って、あの会いたい気持ちお互い確かめて、もうあの絵本の中だけでも会えて嬉しいって気持ちを抱きしめていただけたらと思います。すごい上手に言えた。なんかでも喋っちゃってよかったんですね最後までね。大丈夫です、ある程度、まあ、ハッピーエンドで、ハッピーエンド ねであの2冊目がこちらのね、こちらがのデビュー作で、こちら2冊目大助本くん、これはもう本当ボロボロになるまでですね女の子に愛された絵本の話でですね、絵本が主人公なんですけど、トモさんはありますボロボロになるまで読んだ本？そう聞かれて、うん、思ったら結構あって、うん、やっぱりねすごいね大事にしてる本があって、うん、はい、まあ一冊ちょっとね持ってきてみたの、ね、もう本当本当ボロボロです、もうなんかもう色も変わっちゃってるし、あの松谷美代子さんの、はい、小さい桃ちゃんです、ね、小さい桃ちゃんだね、桃ちゃんの第一巻なんですけど、ね、これ私が3歳の時に読んでたの、お母さんが枕元でこれを読んでくれたんですね。で、あのそれが大好きだったので、そのままお母さんから私がこうもらってずっと持ち続けてるという本ですね。大事なことですよね。あの、うん、私はですねいろいろあったんですけど、一番印象に残ったのは実は3匹のクマっていうロシアの絵本なんですけど、うん、お父さんクマの名前がミハイル・イワノビッチ、お母さんクマがナターシャ・ペトロブナで、子供はってたミシュートか短いやんけって子供の頃から思ってたんですけど、はい、今でもあの好きでよく読み返す本ですね。名前あったんですね、はい、あったの、なんか結構調べてみたらいろんな方が訳されてたりとか、いろんな人が書いてるからね。私はあの音で聞く絵本、うんうん、あのレコードですね、 LP 版だったかな、あのであの3匹のクマを、うん、あの読んだとか聞いてこう、ね、一緒にこう自分で追いながらやって、うん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 、名前なかったんですよ。そうなんだ、ね、大きいクマさんと中ぐらいのクマさんと小さいクマさんっていう感じで、うん、あれは見事に、ね、名前がついてました、うん、はい、そうです、この絵本くんもですね、実はね絵本くんがどんな話か書いてないんですね。で逆にあのもち倉のもち先生の、意図としては、じゃああなたの絵本くんはどんな本ですか、今みたいなこういう会話をね親子でしてほしいとかお友達としてほしい、そういうことでこの辺書かれてます。もしよかったら書店で図書館で手に取ってお読みになってください。ちょっとうるってくるところもありますんで、いい本です。はい、あのおすすめでございます。ということでですね、今日時間いっぱいになりましたね、はい、いっぱいいっぱいですね、はい、はい、はい、あの最後になりますが読み聞かせの機会をいただきましたイマジネーションプラス様、動画に音楽を提供していただきました浅川雅夫さんに心よりお礼を申し上げます。次の放送は、2月25日ゲストは下北沢で注目のビーガンレストランクラシナをやってらっしゃいます料理人兼オーナーのクラシナひろこさん、はい、見た目が超絶綺麗で食べて美味しくさらに元気になるお料理で芸能界にもファンがいらっしゃる方です。お料理に開眼したきっかけ、外国人が多めの事情、コロナで工夫したことなどなどいろいろここで伺ってみたいと思っております。来週のこの時間は講師経営手帳の安慶比先生の木曜人生劇場天地人、お楽しみください。はい、はい、そして今日の光のキーワード、はい、自分のお役立ちポイントを自覚しようでしたね。はい、その通りでございます、はい、ちょっとのプロ振りがねちょっと頭に残ってるんですけどね、間違えそうになりましたね、はい、もう本当時間いっぱいですいません、そんな感じになりましたが、はい、あの皆様の明日が、より良いものになればいいなと思っております。それでは次回またお目にかかります。2月25日にお会いいたしましょう。せーの、光の生活をあなたに。